炊飯器にさつまいもをセットしたいと思います。ちょっと今日のお芋は大きい。ここにお水を 300cc ぐらい入れます。このぐらい300入れました。それで蓋を閉めて炊飯ボタンを押して50分ぐらいで炊き上がります。あ、蒸し上がります。お芋炊き上がりました。蓋開けます。こんな感じです。すごく綺麗な黄色いです。暑い時に皮を剥きたいと思います。これから剥きます。皮を剥きたいと思います。ちょっと暑いので、わ、すごく柔らかい。熱い。皮剥きます。今日は竹串を用意しました。で、ぐるっと、ちょっと熱い。熱い時に剥いた方が剥きやすいので、こうやってぐるっと、ぐるっと、熱い、ぐるっと。芋の周りをすごいホコホコです。こういう感じで剥きます。熱い。剥いたらこれを切りたいと思います。まず全部炊飯器から出します。お芋を出します。熱い熱い熱い。まずこっちに剥いたのを移動させます。ぐるっとお芋を回転させて、すごいホコホコに蒸さってるので熱いです。はい、こちらも皮を剥きます。手で剥けるかな。スライスしていきたいと思います。まず黒いとこ取って、
5ミリぐらいに切っていきます。切ったのを並べていきます。すごく柔らかい。順番に並べていきます。ちょっと柔らかすぎたかもしれない。お芋の形が崩れそう。2つ分ザルを変えたいと思います。もう一つザル。天日干しするために外に持ってきます。外に持ってきました。天日干しします。今の状態のもう一つつまんでみます。で、柔らかい、トロトロの芋、このまま食べてもスイートポテトみたいに美味しいです。